私の名前は伊集院茂雄。人面獣神の輩を断罪する拷問ソムリエだ。私の事務所を訪れる者は皆胸に暗い炎を宿している。ご用件を伺いましょう。最愛の親友を無残に殺し、私の顔を溶かした悪魔を地獄へ突き落としてください。すると彼女は顔を覆う包帯を解く。そして私はにわかに息を飲んだ。彼女の半眼は溶解し、歪になっていたのだ。右目はもうダメだそうです。外道は笑顔で私たちを溶かしたんです。そうして怨嗟と共に地獄の物語を語り出したのだ。依頼者は三田明日香と名乗った。気がつきゃ私たちも24。そろそろ男と捕まえないと。言い方が下品だよ、陽子。ばあちゃんになってあんたと老人ホームって手もあるか。彼女には陽子さんという小学校時分からの親友がいた。依頼者はおとなしい文学少女だった。おーい、ほんな虫呼びたきゃ取ってみろ。返して。そんな彼女を守ったのが陽子さんだ。人が嫌がることするな。道徳の授業で習ったぞ。うお、女なのに強え。アスカはおとなしいから私が守ってあげる。ありがとう、陽子ちゃん。彼女は絡まれやすい依頼者を何かと助けてくれた。後に首席で陽子さんは当時のことをこう言った。私はガサツだから物静かで女の子らしいアスカに憧れてたんだ。照れるな。こんな二人だからこそ社会に出ても親友でいられた。年を経ても依頼者は読書を愛していた。この作者の新作入ってる。有名じゃないのに嬉しい。成功者とは諦めることを知らない夢追い人のことだ。格言インプット。この人めっちゃ喋るな。そのため休日にはたびたび図書館を訪れていたのだ。その図書館で依頼者は不意に声をかけられる。その作者お好きなんですか？はい、子供の頃から好きで。僕もです。あまり有名な作家じゃないから思わず声かけちゃいました。有働と名乗る男。彼もまた読書が趣味だという。同校の師である二人、自然と親交が深まった。アスカさんのように美しく趣味も合う方はいなかった。よければ僕と付き合ってくれませんか？私なんかでよければ。依頼者は人生初の恋人を得たのだ。恋仲を深めていった。そんなある日。来週あなたに大事な話があるんだ。レストランは取ってる。できれば思い出に残る服装で来てほしい。はい、これってそうだよね。特別なディナーの誘い。彼女は話がプロポーズだろうと察した。依頼者がこの一大事を陽子さんへ伝えると。よかったじゃん、お母ちゃん嬉しいよ。いや、まだ 100% じゃないから。まるで我がことのように喜んでくれた。まあ、アスカみたいな才色兼備、私が男でも求婚するもんな。そうしてついに運命のディナー。コースにしておいたからね。めっちゃ緊張するんですけど。少しお化粧を直してくるね。どうぞ。依頼者は気を落ち着かせるために席を立つ。その時、有働がぽつりとつぶやいた。準備期間たっぷりだったな。その分興奮は増し増しだ。ようやくゲットだよ。地獄の釜の蓋、それは音もなく開かれた。そして依頼者が化粧直しから戻る。ワインも美味しいね。そうだね。いつ言われるんだろう。もう緊張から解き放たれたい。それに口をつけてしばらくすると、頭の芯がぼやける感覚が襲う。あれ、そして意識は闇へと脱落したのだ。次に依頼者が目を覚ますと、そこは廃倉庫だった。何ここ。有働さん、ようやく目を覚ましたか。眼前には見たこともない下びた表情を浮かべた有働がいたのだ。ここはどういうこと。本が好きなくせにバカだな。罠にはまったに決まってんだろ。すると奴は協賛を取り出した。俺は綺麗な面をめちゃくちゃにするのがたまらなく好きなんだよ。そう、奴は最初から欲望の発散のためだけに彼女へ近づいたのだ。添い遂げようと思っていた男のありえない裏切り。そんな全部嘘だったの。全部嘘だよ。さあ、硫酸で皮膚退散だ。助けて。怯える彼女が絞り出したのは消え入るような命乞い。だが眼前の悪魔はそれを微塵も意に介さなかった。ビューティーファイヤー。奴は醜く笑いながら依頼者の顔に硫酸を浴びせかけたのだ。まるでマグマが張り付いたかのような灼熱感。おい、顔を隠すな。その顔見せろ。依頼者の半眼はその一撃で無残にも溶け崩れていた。そうして有働は再び薬瓶を掲げる。顔の半分はいい感じになった。次は頭からいってみるか。その時倉庫内に声が鳴り響いた。あんた何してんだ。そこにいたのは、アスカから離れろクソ野郎。花束を手にした陽子さんだったのだ。陽子。依頼者は彼女がここにいる理由が全く理解できなかった。実は陽子さんはディナーがプロポーズだった場合、店から出たところでドーンと花束をくればアスカ驚くだろうな。サプライズを考えレストラン近くにいたのだ。だが彼女が見たものは、え、あれ、アスカ酔いつぶれた。有働に担がれる親友の姿だった。女の勘だろう、何か嫌なものを感じた。前の車、友達が乗ってるんです。あれについていって。了解です。後をタクシーで追いかけたのだ。全くの杞憂という可能性もある。ただ酔って介抱されるだけならいい。でも何か騙されてたら。だが心配の方が勝ったのだ。彼女の懸念は有働が人気のない不当へ入ったことで現実味を帯びる。ちょっと離された。どこだろう。お願いだから夜の海を見に来たとかのオチにして。こっちで。そして依頼者の悲鳴を聞いて駆けつけたのだ。目の当たりにしたのは地獄の光景。アスカを離せよ。なんだこいつは。しかし有働は狡猾だった。バカの友達はバカなんだな。奴は隠し持っていたテーザーガンで陽子さんを感電させたのだ。そして奴は動けない陽子さんに歩み寄る。アスカほどじゃないがお前もそそる。奴は倒れた陽子さんの顔にも強酸を浴びせかけたのだ。獲物が増えて奴は高揚していた。さてお友達は顔が全面焼けました。あとはアスカちゃんの半分。そんな。だがそれが一瞬の気の緩みを生んだ。何。顔を焼かれる痛みが陽子さんから体のしびれを取り払ったのだ。彼女は有働を体当たりでひるませると、貴様。奴の腰に下げていたナイフを奪った。そして切っ先をちらつかせながら依頼者のもとへ。近づいたら喉ぶっ刺すからな。くそ、前がほとんど見えない。だが陽子さんは目も焼かれている。ここだ。それでもなんとか彼女は依頼者を拘束するロープを切った。だがそれが隙となる。やめるなクソだな。有働は角材を拾いナイフごと陽子さんを吹き飛ばした。陽子さんは形勢不利と判断すると即座に走った。ダメだ、外へ逃げるよアスカ。しかし視界の悪い2人の足はおぼつかない。逃がす。外には出たが有働が距離を詰めてくる。そして2人は一か八かの賭けに出る。走っても追いつかれる。海に飛び込むわよ。そうして決死の覚悟で暗い海へ飛び込んだ。しかし隣にいるはずの親友の姿がない。とっさに振り返った先にあったのは、逃がすか。アスカ、私があなたを守るから逃げて。自らをおとりにした陽子の後ろ姿だった。そして最悪の光景が飛び込む。お前は邪魔なんじゃ、先に行けよ。それは命脈を断ち切るナイフの一つだった。親友の意志を汲んだ依頼者は逃げた。陽子ちゃん、私だけ逃がすつもりだったんだ。だが時すでに遅しだった。陽子ちゃんごめん。彼女は傷を塩水が浸食する痛みで気を失ったのだ。依頼者が次に目を覚ますと病院のベッドの上だった。私は一体。港で浮いているところを巡視船に発見されたんです。まさか人が。湾岸で安全確認の船が走っていたことが彼女の命を救ったのだ。彼女の顔は酸によって組織を破壊された。右目の失明もそうですが、顔も元に戻すのは難しいかと。そこに海水が浸透したことで悪化した。それはあまりに非情な通達。そうですか。だがそれ以上に陽子さんの死が受け止められなかった。ひとときした後、その病室に現れた男がいた。その傷は奴の仕業だな、三田明日香さん。誰？それは情報屋五代。情報をなりわいにする男さ。もし事件の情報をくれるなら、あんたに復讐の鬼を紹介してやるよ。何でもします。陽子の仇を取れるなら。そして私を紹介されたのだ。全て話し終えた依頼者は床に両手をついた。伊集院さん、どうかお力をお貸しください。明日香さん。その時依頼者が般若と化す。陽子はずっと私を助けてくれた。あの日だって私を祝うためにいてくれたんだ。それを吐き気のする欲望のために殺しやがって。あの下道こそ地獄の釜で溶け落ちるべきだろう。それは友を失い、自らの顔も奪われた女性の血を吐くような嘆き。彼女が震えながら差し出す両手。どうか。あの日顔を押さえたからだろう。それも焼きただれていた。この手を振りほどくことなどできるものか。その怒り、この伊集院が確かに受け取りました。どうかよ、この仇を。この嘆きを救うことこそ拷問ソムリエの存在意義。私はすぐに五代へ連絡を取った。有働達也、もちろん調べ上げてある。奴は裏でも名の知れた悪趣味の資産家だ。聞かせてくれ。ほんと胸くそ悪いよ。同じ人間とは思えないね。煙を吐き出すと五代は語り始めた。有働が凶行に及んだきっかけは、これは学生時代のネットサーフィンだった。そこで発見したアシッドアタックの動画。振り向き様、突然でした。恨みで女性の顔などに強酸を浴びせかける強行だ。溶け落ちてしまった美しかったであろう顔。綺麗だ。奴の歪んだ脳はそれを崩壊の美と捉えたのだ。そして最初の強行に及ぶ。俺に見せてくれ、お前の最後の美を。衝動に駆られるまま恋人の顔を強酸で崩壊させたのだ。奴はそのまま死ぬまでもてあそぶ。綺麗に消せよ。はいよ、ブス。金で雇った半グレは死体消しや誘拐に使った。だが奴は顔を隠し、時にあえて女性を生かした。溶けた顔で生きるのは辛いぞ。その後訪れる地獄の人生を想像してさらなる越に入るために。有働は空流街でも狩りをしていた。天羽組も動いているよ。あの連中は自分の縄張りで起きた騒ぎに敏感だ。誰か出張ってくるか。そして有働が根城にしている廃屋へ向かうと、やはりそこに先客がいた。天羽組に所属する武闘派の一人、青山瑠希。拷問師さんか。でも今回あんたの仕事はねえっすよ。有働の野郎は俺がぶち殺すんで消えてくれませんか。私は被害者の怨嗟を背負っている。そんなことできるわけもない。この男は友好的な印象だった。だが今回何か違う。実は青山も有働の被害者に会っていた。青山さん、突然さらわれてこんな顔にされちゃった。しおりちゃん、なんてこった。そこは天羽組の島にある店。その女性は明るくて美しく、店でも人気だった。また来てくれたんですね。安心感がすごいな。美しさは心に宿るとか言うけどよ、そんなもんじゃねえよな。せめてそいつは地獄に送ってやるからな。この男も被害者の涙を汲んだのだ。簡単には引けねえな。俺には俺の理屈がある。なるほど、この男は背負うものが重いほど獣と化すわけか。お前はこの場で殺すつもりだろう。だが奴に必要なのは無限の苦痛と底なしの絶望なのだ。彼も被害者の怨嗟を背負っている。それは決して無下にはできない。だがその全てを誰かが背負わねばならん。青山、その女性の怒りもこの伊集院に預けてはくれんか。有働に全て刻みつけてみせる。ならばそれはこの拷問ソムリエしかないのだ。すげえよな。そうやってずっと人の怒りと恨みを晴らしてきたんだな。あなたが全て背負うというなら、それに勝る人はいねえ。有働に地獄を見せてください。その代わり、彼女をさらった実動部隊の半グレどもは俺が消させてもらいますよ。もちろんだ。頼む。アジトへ乗り込んでからの青山は凄まじいの一言だった。あ、もう組だ。全員地獄行きのチケットは持ったか？なんだてめえは。女の顔を潰すようなゲスは子供にいらねえんだよ。今回の被害者が受けた仕打ちに青山も思うところがあるのだろう。奴はその拳で半グレどもの顔面を破壊。てめえらも顔面潰されてみろよ。次々と素手で絶命させていったのだ。有働を除いて廃墟にいた人間をものの一瞬で排除。顔なんててめえらが持つ権利ねえんだよ。すごすぎる。顔を失ったムクロが無数に転がったのだ。無論有働は逃げの一手。なんだあいつは、化け物か。もちろんそんなことは織り込み済みだ。この伊集院が逃がすはずなどない。どこへ行くつもりだ。償うべき罪が山とあるぞ。有働を拷問室へ運び込んだ我々はいつまで寝てんだゲスが。目覚めの手足砕きです。水車にくくりつけられた奴の獅子をハンマーで砕いた。奴の髪をつかみ、私は問う。貴様は恋人になるふりをして女性を騙し、助けに来た親友を殺害した。てめえ、あの女の。さらには空流街のホステスはじめ多くの女性の顔を壊したな。どういうつもりか言ってみろ。私の問いに有働がノロノロと口を開く。俺がやったことはいいことだよ。なんだと。俺は女たちを最も美しい顔にしただけだ。死んだのも代償が奴らの命というだけの話だ。女性は美を追求するんだろう。私は崩壊の美を描いたのだよ。それは聞く価値もない下びた価値観だった。ならば貴様も美しくしてやろう。私の価値観でな。ルカワ。はい、ゲスを苦しめるスイッチオン。私の指示でルカワが手にしたスイッチを押す。重い音を立てて動き出す水車。何をする気だ。それは有働の体を水へつけるように回っていく。無論これはただの水攻めではない。あの水車の下にある液体は強酸なのだ。自身の下半身が浸かるや否や、奴は切り裂かんばかりの声を上げる。そのまま奴は全身を焼け溶かす地獄の水へと身を浸すことになる。止めてとわめく奴をルカワは笑いながら無視。溶けるバカに電気ショックだ。さらに3から上がればスタンガン攻めだ。そうして2時間ほど回すと奴の体に限界が訪れる。おや、あと少しで腹筋が溶けて内臓が飛び出すな。それはすなわち壮絶死だ。それを察した奴が無様な命乞いを見せた。お前はその焼け溶けた顔でも生きていたいのか。だが私とて鬼ではない。反省したならばよかろう。隣に医療設備がある。行くがいい。過ちに気づけば助け舟の一つも出す。水車から解放すると奴は隣部屋へ向かい必死に這う。助かる助かる。生き残ればこっちの勝ちだ。だがその部屋に入った途端、有働の目から希望の光が消えた。その絶望は当然だろう。なんでもう一個あるの、このぐるぐるするリアさんのやつ。命綱がつながっていたのは地獄だったのだから。嘘に決まってんだろバカ野郎。他人を騙しといて期待してんじゃねえぞ。そうだ、この顔を見たかったんだよ。俺にとって最も美しい顔はな、外道が騙されて絶望する顔なんだよ。さあ、こっちの水車で続きをしよう。お前はもっともっと美しくなれる。その後、再び水車へセットされたやつは100周ほど回ると中身を全部出して死んだ。こうして今回の依頼は幕を閉じた。私の顔。難しい手術だったがうまくいった。さすがに失明した右目は許してくれ。そして依頼者は氷室の手によってある程度まで顔を戻すことができたのだ。陽子さんとの思い出はずっとその胸にある。見ててね陽子、私は強く生きるから。だからこそ彼女はきっと立ち直る。私はそう信じてる。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。